貞吉セブン秀吉の黄金を紹介するよ。これは東郷隆先生の小説を元にしたゲームだよ。どんな小説なの？スカイアクションコメディで007のパロディだよ。主人公は貞吉セブンこと安井智一だよ。どんなキャラなの？大阪商工会議所秘密会所の殺し屋兼情報部員だよ。殺人許可証を持ってるんだ。それはすごいね。彼が秀吉の黄金の謎に挑むんだよ。どんなゲームなの？ PC エンジン用のアドベンチャーゲームだよ。コマンドにワラカスがあるんだ。それは面白そう。ギャグ要素がたっぷりだよ。でも子供向けに描写は抑えられてるんだ。それは安心だね。発売日は1988年11月18日だよ。ハドソンが制作したんだ。評価はどうなの？レトロゲームファンに人気だよ。コメディ要素が評価されてるんだ。ゲームの目的は？悪の結社と戦い、秀吉の黄金を見つけることだよ。ストーリーも面白いんだ。どんなストーリー？貞吉が悪の結社と戦い、関西経済界を守るんだ。元締めの千成や総右衛門に呼び出されてね。それは大変そうだね。でもギャグが多いから楽しいよ。例えば敵の名前が駅弁王なんだ。それは笑えるね。うん、ユーモアがいっぱいだよ。一度はプレイしてみる価値があるよ。妖怪好きにはたまらないゲームだね。そうだね、ぜひ楽しんでみてね。サイバーシティ OED-O808 獣の属性を紹介するよ。これは電脳都市 OED-O808 シリーズの PC エンジン用ゲームだよ。電脳都市 OED-O808 って何？サイバーパンクな世界観のメディアミックス作品だよ。小説、OVA、アニメなど様々なメディアで展開されたんだ。すごい人気だったんだね。そうだよ、世界的に有名なサイバーパンク作品なんだ。このゲームは1991年に発売されたアドベンチャーゲームだよ。どんな特徴があるの？ CD、ROM の大容量を生かしたビジュアルとボイスが魅力だね。石丸ひろやさんや塩沢健人さんなど豪華声優陣が出演してるよ。声優さんすごいね。源田明翔さんや若本のりおさんも参加してるんだ。でもロード時間が長いのが難点かな。ストーリーはどんな感じ？近未来の大江戸を舞台に電脳犯罪者を追う物語だよ。主人公たちは元犯罪者で特殊警察として働くんだ。元犯罪者が警察？面白そう。そうだね、首に爆弾付きの首輪をつけられてるんだよ。失敗すると爆発しちゃうからスリリングな展開になるんだ。ハラハラしそう。ゲームシステムも独特でワラカス、コマンドがあるんだよ。ハードボイルドな雰囲気とギャブのバランスが絶妙なんだ。プレイしてみたくなってきたね。サイバーパンク好きにはたまらない作品だよ。今でもレトロゲームファンに人気があるんだ。暗黒伝説を紹介するよ。これは1990年に PC エンジンで発売されたアクションゲームだよ。どんなストーリーなの？欲に溺れた兄が魔物の力で国を支配し、弟がそれに挑む話だよ。弟は一度敗れるけど剣を拾って再び立ち上がるんだ。兄弟の戦いってドラマチックだね。そうだね、横スクロールのアクションで進んでいくんだ。ジャンプや3種類の武器、炸裂弾を使って戦うよ。炸裂弾ってどんな感じ？投げた後、地面に接触すると大爆発して敵を一気に殲滅するんだ。でも、弾切れに注意しないとね。それは緊張感があるね。武器もそれぞれパワーアップできるけど、一長一短があるんだ。敵や場所に応じて使い分ける必要があるよ。戦略が必要なんだね。そうだね、グラフィックもダークな感じで統一されてるんだ。今でいうダークソウル的な雰囲気だよ。雰囲気が重いのは苦手かも。でもアクションの完成度は高いから楽しめるよ。開発はビクター音楽産業株式会社だよ。どんな評価を受けてるの？グラフィックや BGM が高評価だよ。特にダークな雰囲気が好きな人にはたまらない作品だね。ドラマチックなストーリーと高いアクション性が魅力のゲームだよ。ダークな世界観が好きならぜひプレイしてみてね。
弁慶外伝を紹介するよ。これは1989年12月22日にサンソフトから発売された PC エンジン用 RPG だよ。どんなストーリーなの？舞台は鎌倉幕府が開かれた直後で、主人公の鬼若が弁慶などの仲間と共に旅をするんだ。目的は己の出生の謎を解き明かすことだよ。キャラクターデザインは誰が担当しているの？天地を喰らう野本宮博士先生が担当しているんだ。そのためファンにはあの過激な感じが期待されているよ。ゲームの特徴は？硬派でオーソドックスな RPG だけど、テキストに漢字が使われているんだ。当時としては衝撃的だったよ。敵キャラクターはどんな感じ？妖怪や獣が登場するよ。メジャーなガキやトラ以外にもマニアがうなる敵が登場するんだ。ゲームの自由度はどうなの？軽く自由度が高くて、序盤で行ける洞窟が実は終盤レベルだったりするんだ。雑魚敵で全滅することもあるよ。難易度は高そうだね。そうだね。でも音楽やグラフィックが評価されているんだ。特に音楽は独特なテンポで、今でも評価が高いよ。純和風の RPG で、硬派なストーリーと高い自由度が魅力のゲームだよ。昔の RPG の良さと悪さが詰まっているけど、音楽とグラフィックがそれを補っているんだ。後に続編も出ているから、そちらも合わせて一気にクリアを目指してみてね。ロードランナー、失われた迷宮を紹介するよ。これは PC エンジン用のアクションパズルゲームだよ。ロードランナーってどんなゲーム？穴を掘る能力しか持たないランナーを操作するんだ。敵ロボットから逃げながら金塊を集めて脱出するよ。シンプルだけど奥が深そう。そうなんだ。だからロングセラーになったんだよ。1990年に発売されて、今でも人気があるんだ。PC エンジン版の特徴は？ BGM が流れず、効果音だけなんだ。4ステージごとに敵キャラのグラフィックが変わるよ。無音プレイって緊張しそう。うん。ストイックな雰囲気になるんだ。でも、集中力が高まるから面白いよ。ステージ数はどのくらい？なんと150面もあるんだよ。面によってアクション要素やパズル要素が強かったりするんだ。すごい量だね。飽きなさそう。そうだね。基本システムは原作と同じだけど、演出が大きく変化してるのが特徴なんだ。他のゲームとも関係があるの？うん。チョップリフターやヴァンゲリングベイと一緒に、ヴァンゲリング帝国三部作って呼ばれてるんだ。へえ、知らなかった。初期のボンバーマンの後日談的な物語もあるんだよ。ゲーム世界のつながりが面白いんだ。ロードランナーの世界は奥が深いね。そうだね。シンプルだけど奥深い。それがロードランナーの魅力だよ。PC エンジン版は今でもレトロゲームファンに人気があるんだ。ワニー、イン・ザ・スカイを紹介するよ。1989年3月1日にフェイスから発売された PC エンジンのゲームだよ。ハニワが主人公なの？珍しいね。そうなんだ。日本神話をモチーフにした縦スクロールシューティングゲームだよ。主人公のハニワ、バニーが邪神に操られたイザナミを救うんだ。ストーリーがユニークだね。とぼけた展開だけど面白いんだ。剣と鎧を装備して戦うんだよ。シューティングなのに装備があるの？そう。敵を倒すと霊力を得て、アイテムを買って強化できるんだ。これが本作の特徴の一つだね。面白そう。他に特徴はあるの？ショットを8方向に撃てるのが最大の特徴だよ。360度全方位に弾を撃てるから、戦略的な戦い方ができるんだ。それは爽快感がありそう。軽快な音楽に合わせて弾を撃ちまくるのは気持ちいいよ。でも敵が強いから油断は禁物だね。難しそうだけどやりがいがありそう。そうだね。クリアすると裏面も遊べるんだ。もっと苛烈な攻撃を体験できるよ。やり込み要素もあるんだね。隠れた名作って呼ばれるだけあるゲームだよ。あっぱれゲートボールを紹介するよ。これは1990年に PC エンジンで発売されたスポーツゲームだよ。ゲートボールってどんなゲーム？公園でご老人が楽しむスポーツで、ボールをゲートに通すんだ。このゲームでは、
個性豊かな9人のメンバーから5人を選んで試合をするよ。どうやって勝つの？自分のボールを打って4つのゲートを通過させるんだ。先に全員が上がったら勝ちだよ。他に特別なルールはあるの？相手のボールにぶつけるともう1回打てるんだ。さらに相手のボールを場外に出すこともできるよ。それは戦略が必要だね。そうだね。打つ方向や力加減を細かく指定できるんだ。上手くなると圧倒的な勝利を収めることができるよ。難易度はどうなの？意外と高くて最初の大会でも勝つのは難しいんだ。でも練習すればどんどん上手くなるよ。昭和の雰囲気が楽しめるの？古き良き昭和のスポーツゲームとして楽しめるよ。軽快な音楽に合わせてプレイするのが爽快なんだ。ゲートボールの魅力を存分に楽しめる珍しいスポーツゲームだよ。戦略性が高く、やり込み要素も満載だから、ぜひプレイしてみてね。実は自分